1702年のニューファンドランド遠征は、イングランド王国の海軍による、北アメリカのフランス入植地への攻略遠征である。1702年の8月から10月にかけて、艦隊指揮官のサージョン・リークが、北、大西洋のフランス入植地であるニューファンドランドと、その勢力下にあるサンピエールを狙って、壊滅的な打撃を与えて、フランス船を50隻以上打破した。1701年に、スペイン継承戦争が起こり、各国による交戦が始まっていたものの、イングランドはスペインに大規模な海軍の出動を考えていたため、翌年までは参戦しなかった。1702年の6月9日、ニューファンドランドは、海軍卿である、カンバーランド公、ジョージの最高顧問、ジョージ・チャーチルの標的となっていた。チャーチルは、リークに、殿下に、私から、お前のニューファンドランドの軍指揮官任命をお願いした。お前はあの地の総司令官だと告げ、リークは6月24日に正式に任命され、ニューファンドランドのフランスの兵力を調査すること、港と海とで嫌がらせをすることという二つの訓令が下った。また、それとは別に商船の護送をすること、イングランド入植地とそこの漁業について報告すること、そして、ニューファンドランドでは、総督のように振る舞うことといった任務も任された。7月22日、リークは、9隻の軍艦からなる艦隊を率いて、プリマスを出港した。うち6隻は、戦闘態勢が整っていた。その6隻とは、エクセター、アシスタンス、1650、モンタギュ、リッチフィールド、メッドウェイ、リザーブである。ウィリアム王戦争中、ニューファンドランドは多くの戦闘が繰り広げられた。1696年のピエール・ルモイン・ディベルビーユ率いるフランスと先住民の軍は最も大々的で破壊的な攻撃をした。この地域のイングランド植民地はほとんど壊滅状態となった。そのうちの多くはほどなく再建され、セント・ジョンズのイングランドの港は要塞化された。ニューファンドランドのフランスの恒久的な入植地は、どちらかといえば少ない方だった。トレパシー湾やサンマリーの入植地は、夏場に漁をする漁師たちが使うもので、彼らは、漁の時期が終わると、ヨーロッパに戻っていった。中心となるプラセンシアは、高級植民地で、要塞には、駐屯兵がいた。1702年、その駐屯兵たちは、一時的に、フィリップ・パス・トゥール・ド・コステベルの指揮下にあった。この人物は、入植地の海軍の大佐で、次期ヌーベル・フランス総督のダニエル・ドージェ・ド・スーベル・カースの代理だった。この地に定住しているフランスの入植者系住民は180人ほどであったため、1713年に植民地が廃棄されると、すべてが他の地へ移住して行った。デーベルベイユ・ジョン・リーク・フランスは、ニューファンドランドのすぐ南にあるサンピエール島にも小さな植民地を作っていた。そこはセントローレンス湾の外側に位置していた。1702年の7月に着任したばかりの総督のセバスチャン・レグエは数台の大砲を備えた木造の要塞をここに築いた。リークの艦隊は8月の末にベイブルーズに着き、住民からフランスの船が2隻、トレパシー湾で物資を積み込んでいること、そして、フランスの軍艦が2隻、フランス植民地の中心地であるプレザンスの近くに停泊していることを聞き出した。また、ベーブルズでの活動を監視させるため、フランスが定期的にスパイを配置していること、そして、陸路で3日かかるプレザンスに、リークの艦隊がベーブルズにいることを知らせに行ったらしいということも聞き出した。ニューファンドランドのフィッシングステージリークは、サンピエールの方向へと急いだ。8月28日に、艦隊は、フランス船を、数隻打破した。フランス領西インド諸島のマルティニーク島から着いた、ばかりの船、さらにトレパシー湾で2隻、そしてリッチフィールドが追跡した2隻だった。翌日、セントメアリー湾でまた別の船を捕まえ、そして前日3隻を打破したモンタギュと再会した。リークは、モンタギュ、リッチフィールド、そしてチャールズ・ガレーの各艦に、コリネに向かうように命じ、残りの艦を、セントメアリー湾に向かわせた。そこで追跡した船が座礁したため、ボートを出して、船を引き上げることにしていた。コリネに上陸した兵士たちは、フィッシングステージや、建物や、船の建設のための部品、未完成の船、そして多くの小舟を壊した。サンピエールとミクロン・コリネの町を壊滅させた後、艦隊は30日に再集合した。リークは、配下の船何隻かに、セントジョンズまで拿捕した船を護送するよう、そして、レース岬から2週間の間新たな、フランス船を拿捕するため巡航するように命じた。また、リークは、サンピエールに向かう間に、セントローレンスを壊滅させるため、モンタギュとリッチフィールドを分遣した。9月1日に、サンピエールに初入港とリークは、踏んでいたが、悪天候のため、入港は、翌日いっぱいお預けになった。そのため、リークにできたことは船を拿捕することくらいだったが、捕まったのは8隻のうちの2隻だけで、あとは皆、狭い回路を通って逃げていった。3日になって、もう一度港に近づいたが、上陸する旨を伝えていなかったため、サンピエールを後にして、セントジョンズへ向かった。リークの艦隊は、9月7日にセントジョンズで再集結した。そして、艦隊のうち半分ほどを、メッドウェイとチャールズ・ガレーに引きさせ、サンピエールに戻って、街を破壊するようにするよう命令した。その一方で残りを半分を自分で率いて、北にある、ボナビスタを目指した。そこで、フランス入植地の港の事情に通じた案内人を得たいと思っていた。しかしこの試みは失敗した。どの案内人も必要とされる知識に乏しく、また冬が近いことに対しての懸念もなかった。リークはセントジョンズへ戻り、メッドウェイとチャールズ・ガレーの隊と10月2日に再会した。こちらの隊の任務はうまくいっていた。サンピエールの総督のスール・デバルは、10月11日付の手紙で、イングランド軍が10月7日と8日の2度、兵士を上陸させたと報告している。2度目の上陸では400人が上陸し、小さな要塞にいたスールデバルは、彼らに包囲された。何時間か砲撃戦が交わされた後、彼は降伏し、その後町は廃墟と化した。そしてリーク艦隊は、遠征中に拿捕した船の、捕虜となった乗組員をそこに残した。リークはしかる後に艦隊を分散して、ヨーロッパへの帰還体制を取った。モンタギュとルーエは、商船とポルトガルへ、拿捕した船の護送する任務を引き受けることになった。一方リザーブとチャールズ・ガレー、そして、ファイアブランドは、拿捕船をイングランドに向けて護送する体制を取った。リークは、残りの艦を連れて、レース岬から何週間かの巡航に出た。冬に備えて、入植地に物資を届けるため、近くを通るであろう、フランスの護送船団を迎撃するつもりだった。天気はしばしば荒れ模様となったが、リークは8隻の船を拿捕して、最終的に10月半ばに、イングランドに向かった。アンジョー・リークの報告によれば、拿捕した船は51隻だった。うち16隻がイングランドに、6隻がポルトガルに引き渡され、5隻がセントジョンズ売却された。また、2隻をセントジョンズの防御の一部として、そこに残した。残りの船で荷物や交易品を積んでいなかったものはすべてぶち壊され、また、6つのフランス入植地が壊滅した。トレパシー、セントメアリー、コリネ、グレートセントローレンスに、リトルセントローレンス、そしてサンピエールである。イングランドに戻ると、リークは、安城から好意を持って迎えられ、海軍大将に昇進した。その後の戦争では、ヨーロッパを舞台に、際立った功績を挙げ続けた。ニューファンドランドは戦争の最中、英仏の実利的で、入植地を片端から破壊する、争いの渦中に置かれた。イギリス系の主な入植地である。セント・ジョンズは、1705年に、プレザンスから派遣されたフランス軍に包囲され、1709年には、フランス軍に奪われた。ニューファンドランド全島の主権は、1713年のユトレヒト条約により、イギリスに譲渡されたが、フランスは海岸部で魚を加工する権利を与えられた。サンピエールもイギリスの支配下となったが、オーストリア継承戦争の後には、この町とミクロンとはフランス領土となった。ありがとうございます。